メイキャリの和也です。今回は1951年創業、連結売上高は2307億円で、営業社員1人当たりの年間売上高が6億円を誇る水産物を中心とした食品卸の丸一三社を紹介していきます。今回は新卒採用担当の長島さんにもお話を伺っているので、ぜひ最後までご覧ください。丸一三社は三菱商事のグループ会社で、本社がある長野でのシェアが高いことはもちろん、全国に食品を流通させている会社です。食品商社の売上ランキングでは10位から15位の間なんですが、上位の会社が加工食品主体なのに対して、丸一三省は生鮮品が主体なので、総合的に食品を取り扱っているという点が大きな特徴になっているんですね。また丸一三省は生鮮冷凍加工食品から惣菜までの食料品をフルラインナップで扱う、全国的にも数少ない総合食品卸売業、かつ養殖業から水産缶詰、信州ブランドの畜産物や加工食品、お菓子などオリジナル商品の開発も数多く手掛けるメーカー型卸という独自性がかなり面白いです。長野県という海がない場所にありながら、国内トップクラスの鮮魚を取り扱う丸一三省のルーツを見ていきましょう。1927年、西名義雄が長野市に小さな魚屋、山椒若松屋を開店し、1951年に株式会社長野中央魚市場を設立したところからその歴史は始まります。2020年はちょうど創業70年なんですね。当時長野では海がないから新鮮な魚が食べられないと考えられていた中で、丸一は駅が港だと考えて、駅からすぐに市場や小売店に運び、鮮度にこだわったことが評判となり、どんどん売り上げを伸ばしていき、4年で長野市で一番に、10年で長野一の魚市場になっていったんですね。その後食生活の多様化に対応して、加工食品、菓子、食肉、冷凍食品などの商品をフルライン化していき、食品総合卸としての業態を確立すると、長野中央市場から丸一三省に名称変更し、長野県外に本格進出をしていきました。さらに丸一自ら商品を企画して生産するメーカー型卸になることで、生産者から消費者までほぼ全ての領域で事業を展開し、総合食品卸売業となり、現在至るというわけなんですね。長野県の会社としては、精密機器メーカーのセイコーエプソン、ベアリング製造のイネベア三菱に次ぐ3位の規模感なんですね。70年の歴史を駆け足で見てきましたが、この総合食品卸売業、メーカー型卸といった独自の事業展開や、創業当時から受け継ぐ比べて競って追い越せという DNA はしっかりと押さえておきましょう。ここで丸一三省に対する直近の新型コロナの影響を見てみると、2020年11月の中間決算で内食の需要を取り込み、量販店向けが伸びたことで売上は約 3%、 営業利益は約 11% 程度の増収増益になってるんですね。ほとんどの会社が厳しい状況の中で、食というライフラインを扱っている丸一の強さがすごいですよね。ここからは丸一三省が具体的にどんな事業をしているのかを見ていきましょう。丸一三省の事業の内訳を見てみると、主力の水産事業が 58.5%、 畜産事業が 15%、 子会社で総合食品卸の丸水長野県水グループが 13.1%、 オリジナル商品などを扱う一般食品事業が 12.7% と続いています。全体として売上、利益ともに右肩上がりで推移していて、企業価値を示す株価の推移を見てみても、ずっと右肩上がりで伸びているのがすごいですよね。主力の水産事業にフォーカスして見ていくと、文字通り生鮮魚、陶魚、水産加工品を取り扱っているんですが、強みは全国各地の漁協と連携した商品調達力で、国内トップクラスの鮮魚を取り扱っています。具体的に見てみると、2900社以上の仕入れ先と2070社以上の得意先という取引先になっていて、取り扱っている魚の数も、例えば養殖ブリの年間取り扱い尾数は150万尾にも及ぶんですね。それ以外の事業も見ていくと、畜産事業は長野県内の有料な生産者と協業して生産しているオリジナルブランドのリンゴ和牛信州牛などをはじめとして、全国の生産地と連携した国産畜肉の調達加工を行っていて、一般食品事業は信州産原料を使用したオリジナル商品の開発から販売までを行っています。意外なところでは、水産品の調達力を生かした洋風の水産缶詰だったり、スイーツストーリーというケーキのブランドを立ち上げてるんですね。超大手の食品商社では大手メーカーと組んだり、規模で勝負という商売が多いですが、逆に丸一三省では全国的にまだ知名度が低い商品を発掘してきたり、地方の中小メーカーと組んでオリジナル商品を開発したりという、フットワークの軽い仕事ができることも魅力の一つです。元々の商品調達力といった強みを生かして、流通の中間に位置する丸一三省だからこそできるものづくりに力を入れているというのがよくわかりますよね。それではそんな丸一三省が今後どんな展望を描いているのか見ていきましょう。ちょうど2020年5月に2022年に向けた中期経営計画を発表しているので見ていくと、人の成長をもって変革を成し遂げ、さらなる飛躍のための創造を推進するを基本方針として、産地との強固な関係、原料からの差別化、素材から総菜へ、メーカー型卸事業の推進、中間流通コストの合理化という4つの考え方を大切にしつつ、事業構造改革の完遂と働き方改革を行っていくというものなんです。
ですね。具体的に見てみると、水産事業では例えば養殖魚事業の拡大や川上へのシフトによる有意原料の調達体制構築、販路の拡大など、畜産事業では長野県外への拡大や流通加工機能の強化を、一般食品事業ではより付加価値の高い商品開発や販売拡大などを行っていくとしています。このような取り組みを通じて定量的な目標として2020年現在2307億円の連結売上高を、2022年には300億円以上高い2600億円から2800億円を目指すとしています。それでは最後に丸一三社の採用情報を見ていきましょう。2020年度の採用情報を見ていくと、平均年収は665万、採用人数は29名です。それでは求める人材と社風を新卒採用担当の長島さんに聞いてみましょう。御社の求める人材は何ですか？はい、他社が求める人材とはですね、常に変化を恐れずチャレンジし続けることができるという人になります。当社はですね、長野県の小さな魚屋からスタートはしましたが、今ではブランド和牛の生産を手掛けたり、ケーキやお菓子などのオリジナル商品の開発に携わるなど幅広い業務を行っております。当社で活躍できる人材は、枠にとらわれず常に変化を自ら起こし続けることができる、むしろその変化を楽しむことができる人材かと思っております。御社の社風は何ですか？はい、若手社員にもですね、次々と責任ある仕事を任せてくれる社風かと思っております。私も2年目になった社員なんですが、実際に採用業務を幅広く任せてもらってますし、私の同期であったり若手の先輩たちも自ら大きな仕事を意欲持って取り組んでいる方が多いと思います。そんな明るくてパワフルな方が集まっている、そんな会社だと思っております。長島さんが御社を選んだ理由は何ですか？はい、私が就職活動を続けていた時はですね、やはり大手の食品メーカーさんであったり食品卸さんを中心に就職活動を続けていました。その中でですね、丸一三省という会社を選んだ理由としましては、会社のネームバリューであったり規模感ではなく、面白い仕事ができそう、この一点張りで私はこの会社を選びました。まだまだこの会社はですね、整備していくべき点が多くあると思いますが、その分やりがいを持っていろんな仕事ができると思っております。そんな丸一三省という会社で一緒に力を貸してくれる方、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。皆さん、丸一三省について分かりましたか？採用ページからは、人生で一番さつま揚げについて考える2日間というユニークなインターンシップにも応募できるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。メディアでは企業研究、業界研究、 OB 訪問など就活生の役に立つ動画を発信していくので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また概要欄から飛べるメディアリライアントでは、無料の ES 添削少人数座談会、メディアリ限定の特別選考ルートなどをご用意しているので、興味を持った方はぜひチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。